皆さん、こんにちは。今日は仁徳天皇のゴシップネタをやるぜ。皆さん、こんにちは。いいわねー、ゴシップ記事。でも、仁徳天皇って聖の帝と呼ばれるほどみんなから敬われている天皇よ。ゴシップネタがあるとは思えないんだけど。確かに、仁徳天皇といえば民のかまどという有名な話があるからな。それ、知ってるわ。ある日、仁徳天皇が高台に登って村を見下ろすと、家々から煙が立ち上っていないことに気づいて、食事の支度もできないほど人々は飢えていると悟り、税の徴収と私役労働を3年間中止にしたっていう話よね。そうそう。その間、仁徳天皇自身も食べ物を粗末にしないよう腐りかけでも食べ、民の私役労働を中止しているので、仁徳天皇の宮で雨漏りがしても修繕もせず、垣根が壊れていても、そのままにしていたっていう話だな。ゴシップ的要素なんて一つもないわよ。それがあるんだな。お子さんである皇后が問題なんだぜ。そういえば、皇后って誰か知らないわ。皇后は岩の姫といって、当時の有力豪族である葛城氏の娘さん。竹の内の宿根の孫でもある。あ、スーパーご長寿の方のお孫さん。300歳超えのご長寿だな。天皇のお妃といえば、皇族出身女性と決まっていたんだけど、岩の姫が初めての例外だったと言われてるんだ。愛は身分を超えたのね。肯定もできないが否定もできない。なんで？この時代は、朝鮮半島との関係が重要だったんだけど、葛城氏がその外交の責任者として活躍していたんだ。だから、大和王権にとって葛城氏との結びつきは重要だった。じゃあ、政略結婚だったのね。もちろん当時の結婚はそういった意図があるんだけど、仁徳天皇が岩の姫に愛情を注いでいた様子が残された当時の歌からわかるんだ。素敵な話じゃない。それなのに皇后に問題があるって、何？岩の姫は異常なほど嫉妬深い女性だったんだ。異常なほどってどれくらい？古事記と日本書紀の両方に岩の姫が嫉妬に狂うエピソードが書かれているんだ。危機の両方に書かれてるんだから、ものすごかったんだろう。情熱的だったのね。当時は一夫多妻制の時代だから、宮中にたくさん女官を召し抱えて、第二、第三の妃とすることは当然のことなんだけど、妃たちは、岩の姫が怖くて天皇の部屋の様子を伺うこともできなかったそうなんだ。宮中に暮らす妃が、天皇に何か声でもかけようものなら、岩の姫は地団駄を踏んで嫉妬したと、日本書紀に書いてある。かなりの強者ねー。岩の姫との結婚後、仁徳天皇は何話の灌漑事業や朝鮮半島とのやり取り、国家運営と、精力的に動き回って忙しい日々を送っていたんだ。その多忙な日々の中でも、美女がいるという話を聞くと会わずにはいられない。仁徳天皇もかなりの強者なのねー。皇后に手を焼きつつも、ある日、仁徳天皇は吉備の国に黒姫という、とても美しい女性がいるという話を聞いた。ふむふむ。すぐさま宮中に呼び寄せてみると噂通りとても美しい。天皇は黒姫を気に入って、そのまま妻として迎え入れたんだ。マジですか？岩の姫、大丈夫なの？大丈夫なわけがない。天皇のいないところで、黒姫をいじめまくったので、黒姫は岩の姫を怖がって、故郷の吉備へ逃げ帰ってしまった。あららー、追い出しちゃった。これは仁徳天皇も怒るでしょう。黒姫が出て行ったと聞いた天皇は慌てて高台に登り、黒姫が乗った船が何話の海に浮かんでいるのを眺めながら歌を詠んだ。歌なんて詠んでる場合なのか？しかも、愛しい我が妻が故郷に帰ってしまうよう的な。それ岩の姫に聞かれたらまずいでしょ。もちろん聞かれてしまうんだな。激おこでしょ？岩の姫は激怒して使いの者を何話に送って黒姫を船から引きずり下ろし、引きずり下ろし、吉備まで歩いて帰れと命令した。怖い。それで仁徳天皇はどうしたの？淡路島を見に行ってくると言い出した。何を唐突に。いわゆる行幸ってやつだな。それは口実で黒姫に会いに行ったんだ。バレバレな気がするわ。仕事という名目だが、道中の船の中ではウキウキしたご機嫌な歌をいくつか読んでいる。わかりやすいな。で、無事に吉備に到着する。
めでたく黒姫と再会して、楽しいひとときを過ごすのだが、仕事で淡路島に来たことになっているので長居はできない。天皇なのに、こそこそしてるな。別れを惜しみつつも、翌朝大和へ帰る天皇の様子を見て、黒姫は、こっそり会いに来るのは誰の夫で、こうして大和へ帰っていくのは誰の夫なのでしょう。っていう歌を詠んだ。一応、仁徳天皇は黒姫とも結婚してるからな。おお、皮肉が込められてるのね。また別な話で、宮中に召し抱えている女官に久我姫という可愛い女性がいた。召し抱えてる女官、お手つきの女性ってことだ。仁徳天皇は久我姫が好きだったが、岩の姫の嫉妬がひどくて諦めることにした。岩の姫、もう、さすがとしか言えないわね。天皇は、本当は私が可愛がりたいのだが召すことができない。娘盛りを無駄にしては惜しいので、誰か面倒を見たいというものはいないか、と尋ねた。ヒューユリー、ヒューユリーララーの世界ね。それ、ウツバメか？先、進めるぞ。はい。播磨の国の宮津湖の祖先である早町が名乗り出たが、久我姫は、あなたの妻にはなりません。一人身で一生を終えます。と断った。久我姫は、仁徳天皇を愛していたのね。縁家だな。そして次。ある日、天皇は伊保前の八田の姫巫女を召し入れて妻にしたいと、岩の姫にお願いした。無謀すぎるでしょ。この件で、天皇と皇后の歌バトルが始まるんだ。歌バトルって？まず天皇からだ。弓の鶴が切れても、絶え間なく継ぐために、並べておいておきたいんだよ。本鶴が使えない時に予備の鶴を使うのだから、別にいいでしょ？天皇家だからな。言い分はわかる。で、岩の姫の歌は？衣ならば二重にしても良いでしょう。でも、夜の寝床を並べようとするあなたって人は恐ろしい人ですよ。今の時代なら当然だけど、あの時代にこう言い切れるのは、さすが姉さん。天皇もまた読み返す。何話の先の並び浜のように、並んでいられるだろう、と、その子は思っていただろうな。ちょっとわかりにくい。これに対して岩の姫は、夏の蚕が眉を二重に着て囲んで宿にするように、二人の女をはべらせるのが良いわけないでしょう？めっちゃストレート。天皇も読み返す。朝妻の鹿の坂を一人で泣いて歩いていく者も、誰か相棒がいた方がいいでしょう。ごめん、ちょっと意味わからないわ。岩の姫はどうしても許せずに黙ってしまい、歌を返すことはなかった。沈黙の方が怖いパターンね。そうだな。仁徳天皇はひとまず諦めた。岩の姫、勝った。八田の姫巫女は仁徳天皇の異母前で、王神天皇の娘なんだ。だから、妃として迎え入れると岩の姫より位の高い側室となり、皇后の座を揺るがしかねない。女のプライドだけじゃなく、本妻の座も危うくなるのか。仁徳天皇は、岩の姫の立場も考慮して、一度は取りやめたと思うんだぜ。優しいのね。でも、ひとまず諦めたとか、一度は取りやめたとか、二度目があるってことなのね。その八年後のこと。岩の姫は、朝廷主催の宴で使う、柏の葉を取りに、紀伊の国へ出かけた。皇后が自ら行くものなの？朝廷主催の宴だから、仁徳天皇の力になりたかったのかもな。可愛いとこあるのね。しかし天皇は、岩の姫が留守の間に、八田の姫巫女を宮中に迎え入れ、妃にした。きゃあ、修羅場だわー。岩の姫が、柏の葉を船満載にして浪速の港に入ると、早速、女中が八田の姫巫女の噂を耳にした。天皇は、八田の姫巫女と結婚なさって、昼も夜も戯れて遊んでおられるが、皇后は何も知らずに、のんびりと遠出してらっしゃる、と。まずいわよ。姉さんに知らせちゃダメよ。女中は速攻で岩の姫に報告した。ギャー。姉さん、どうするの？岩の姫は猛烈に怒って、船に満載した柏の葉を全部海に投げ捨てた。その光景、目に浮かぶわ。そして皇居には戻らず、そのまま船で浪速の堀江を遡り、実家のある葛城へ向かった。実家に帰っちゃったの？厳密に言うと、実家ではない。配下の百済からの貴家人の屋敷に居座ったんだ。そこで、家出して実家の近くにいることを匂わす歌を読み、天皇に届けさせる。可愛いとこあるのよねー。それに対して天皇の歌はなんかチャラい。チャラいって、どんな歌よ？
鳥山っていう家臣に頼んで歌を届けさせるんだけど。追いつけ、鳥山。追いつけ追いつけ、我が愛する妻に。追いついて会ってきてくれ。って感じだ。これ受け取っても、返す言葉がないわ。そうだよな。岩の姫も返事をしなかった。返事がないから、天皇はもう一つ歌を読み届けさせるのだが。この歌は、韻を踏んではいるものの、ちょっとダジャレっぽくて微妙なんだ。岩の姫を怒らせるだけじゃない。ちなみに、この歌を岩の姫は読んでない。どうして?イルスを使ったり、受け取りを断固拒否したりと、天皇の使いの者を大変困らせたそうだ。使いの者は、お役目を果たさずに帰れないので、大雨の降る中、ずぶ濡れになって、腰まで水に浸かりながらも待ち続けたという大変苦労した話が聞きに残っている。天皇は、その後もいくつか歌を読み使いの者に届けさせたが、岩の姫は受け取らなかった。歌を届けさせるより、迎えに行った方が早くない?そうなんだぜ。岩の姫が居座っている屋敷でも、この状況に困惑していたんだ。そうなの?家主はくだらからの帰化人なので、もし岩の姫が謀反を企てているなどと、疑われでもしたら、それをかくまっている私は死罪に値する。そんなとばっちりは本当に迷惑だ、と。岩の姫に歌を受け取ってもらえず、何日も立ち尽くす使いの者に訴えた。二人とも、すでに大迷惑を被ってるわよ。そこで、家主は考えた。岩の姫は、我が家に蚕を見に来ただけだ、と天皇に伝えてほしいと。ほうほう。蚕って、珍しかったのかしら?渡来人が持ち込んだものだからな。蚕から絹糸が取れることは知っていても実際に蚕を見ることはなかったんじゃないか?なるほどね。その知らせを受けて、天皇も蚕を身がてら岩の姫を迎えに行くことにした。よかった。仲直りできるかしら。天皇が岩の姫を迎えに来たが、岩の姫は会おうとしない。意地張ってるのね。ここでいくつか天皇が熱烈な歌を読む。岩の姫はどうするの?実は、古事記と日本書紀では結末が大きく違うんだ。なになに?古事記では、迎えに来た天皇と仲良く一緒に帰ることになっているんだが、日本書紀では、迎えに来た天皇に会いもせず、八田の姫巫女を妃として迎えたことを許さない、と。天皇を追い返してしまった。それでいいの?天皇は、岩の姫が怒っていることを恨んだが、それでもなお、恋し飲んでいたそうなんだ。ハッピーエンドの古事記バージョンがいいわね。うん。そうだな。日本書紀によると、それから5年後、岩の姫は一人その屋敷で亡くなった、とある?悲しいわね。やっぱり古事記バージョンがいいわ。日本書紀では、さらにその3年後、天皇は八田の姫巫女を皇后の座に据えたんだ。3年も待ったということは、岩の姫に敬意を払ったのね。私もそう思う。日本書紀バージョンでいくと。それからまた2年後の話。天皇は、目取りの姫巫女を妃として迎え入れたいと思い、イボテイのハヤブサ分けの巫女に仲介を頼んだ。まだやってるのか。今の皇后は口を挟んでこないからな。確かにね。岩の姫が特別だったのよね。参考までに、目取りの姫巫女は八田の姫巫女の実の妹なんだ。ちょっと、爆弾発言なんですけど。で、仲介役のハヤブサ分けの巫女が婚姻を取り持ちに行くのだけど、何を思ったか、目取りの姫巫女をこっそり止め取ってしまった。それ、まずいわよ。天皇の命令に背いちゃってるじゃない。しかも、目取りの姫巫女もハヤブサ分けの巫女のことを気に入ってしまったんだ。どうするのかしら。何も知らない天皇は、ある晩目取りの姫巫女の寝室にやってきた。大丈夫かしら。近くにいた旗織女たちが、気を利かせて天皇に聞こえるように歌い出したんだ。空を飛ぶ目取りがおる金の旗は、ハヤブサ分けの王のお召し物の材料です、みたいな歌だった。天皇に恥をかかせないよう、さりげなく歌って気づかせようとしたのか。うん、天皇は二人が密かに通じていたことを知り、恨みに思い、皇后の八田の姫巫女に愚痴をこぼした。八田の姫巫女の対応が気になるわ。八田の姫巫女は、そんなことで兄弟の義をたがえてはいけません、と天皇をたしなめたので、はやぶさ分けの巫女は罰せられずに済んだ。よくできた女性ねー。でも、その後、目取りの姫巫女がハヤブサ分けの巫女に天皇を倒して天下を取っておしまいなさい。という内容の歌を読んでいたことが天皇の耳に入ってしまった。それ、
ちょっとしたざれ事よね。いや、これは謀反の企てと言える。謀反は死罪なんだ。これまで多めに見てきた天皇も大いに怒り、二人を死罪にせよという。二人は逃げたが、捕らえられ罰せられた。弁解の余地はなかったのね。皇后は、目取りの姫巫女は重罪に値するけれど、姫巫女が身につけている玉のブレスレットや装飾品を取ってはいけません。と使いの者に命令した。死罪であっても、尊厳は守ってあげたいってことかしら。そういうことだな。二人の屍を埋めて帰ってきた使いの者に、皇后は改めて姫巫女の玉のブレスレットを取ったりしなかっただろうね、と確認した。皇后にとって、目取りの姫巫女は実の妹だもんね。うん、辛かっただろうな。その年、新嘗祭の月に宴が催された。家臣の奥さんの一人の腕に、綺麗な玉のブレスレットが巻かれていることに気づいた皇后は、それが、目取りの姫巫女のものに似ていると思ったんだ。雲行き怪しくなってきたわね。うん。皇后は疑って役人に取り調べさせた。すると、家臣が姫巫女の屍を埋めた日に装飾品を探して取ってきたことがわかった。いくら、八田の姫巫女ができた女性でも、これは許さないでしょう。責め立てて、死罪にしようとしたけれど。家臣は、代わりに土地を差し出すので、罪を償いたいと申し出た。そんなので許されると思ってるの？それが許されるんだ。そうなんだ。その納めた土地を、名付けて玉城、と呼ぶようになった。玉のブレスレットの代わりってことか。これが日本書紀に載っている話。古事記バージョンはどうなってるの？古事記では岩の姫が。そうか、こっちでは岩の姫生きてるのよね。うん、岩の姫が玉のブレスレットを盗み取った家臣をバッサリと処刑してしまう。あ、そうなんだ。最後になるが、仁徳天皇が八田の姫巫女と目取りの姫巫女を妃にしようとしたのには、理由があってのことだったんだ。単なる女好きじゃないの？仁徳天皇は、かつて腹違いの弟とお互いに好意を譲り合っていたんだ。普通、好意は争うもんじゃない？この二人は、お互いに相手の方が天皇にふさわしいと、三年間も譲り合いの状況が続いた。最終的には、弟が自害して身を引いたんだ。どういう身の引き方なのよ。悲しいわね。うん、仁徳天皇もひどく悲しんだ。弟の遺言には、妹の八田の姫巫女と、目取りの姫巫女の面倒を見てほしいと書いてあったという。そういう事情があったんだ。やっぱり仁徳天皇は聖の帝ね。黒姫や、久我の姫は別だけどな。それでもまあ、岩の姫に遠慮しながらっていうのが微笑ましかったわ。だよな。それに、岩の姫も憎めないキャラよね。仁徳天皇は苦労したようだけど。西暦400年前後の話だけど。岩の姫の感覚って今じゃ普通だよな。そうよね。姉さんは時代先取りの人だったのね。悪妻ではあるが、魅力的だったな。私、姉さんを目指すわ。おう。頑張れ。ということで、今回はおしまいです。楽しんでいただけたら、チャンネル登録といいねボタンをお願いします。ご視聴ありがとうございました。